どうも、しげしげです。本日は新しい進化情報が発表されましたので、こちら見ていきたいと思います。実装日は明日ですね、2月25日金曜日メンテナンス後ということで、メンテナンスが14時から16時であるんですけども、まあその後に実装されるキャラクターとなっております。ハリケーンボル系のドラゴンに新たな進化が追加。で、そのね、進化に必要な奇跡は神秘の次元ゼロ次元の創造種などでドロップするぞとのことですが、まあゼロ次元ね、どれくらいの難易度かわかんないですけれども、ぜひね、確率ドロップとかレアドロップとかじゃなくて確定で落としてほしいですけどね。確定とは書いてないのかな。あ、一定確率か。一定確率っぽいですね。ちょっと大変そうではある。性能見ていきましょう。こちら超ボル系のドラゴンということで、レアリティ星2なんですね。で、覚醒スキル見てください。コンボ強化が、9個かな、2、4、6、8、9、はい、9個持ったキャラクターとなっております。まあだいぶ過剰かつこうバランスの取れてない、まあ封印耐性とかね、バインド耐性とかスキブとかもないので、まあまあネタキャラ止まりかなと思いますけども、超覚醒でさらにコンボ強化、もしくはスキブプラス、もしくはバインド耐性、まあどっちかはね持てるんですけども、まあその火力面でいくと、まあ42億がどうしても上限なんですけど、副属性持ってるのがポイントだと思います。しっかりね組んであげれば副属性込みで、まあワンチャン85億も狙えるんじゃないかなというのがあります。というのもスキル見てください。6ターンで1ターンの間自分の攻撃力10倍、この覚醒スキルに加えてなおかつ単体10倍エンハンスも持ってると、過剰オブ過剰ですね。さらにロック解除、闇、お邪魔、毒を非ドロップに変化ということで、一応ねロック解除役も担うことができます。リーダースキルはドラゴンタイプの全パラ3倍、7コンボ以上で攻撃力上昇最大10倍ということで、まあ、軽減とかはないものの、一応ね全パラ3倍はその辺のダンジョンならまあ勝てるんじゃないかなという感じですかね。はい、続きまして木の侍オーガも超木の侍オーガに進化しますということで、性能を見ていきましょう。覚醒スキル、スキブが3つ、封印耐性1つ、指が1秒分で無効貫通4つで、超覚醒でバインド耐性、もしくは無効貫通をさらにもう1つ、もしくは操作負荷耐性を持てるんですけど、まあこの覚醒よりもスキルが面白いなと思っていて、15ターンで水属性の敵に木属性の2500万ダメージ、弱点ついたら2倍になるわけですよ。って考えると5000万ブレスを打つことができるわけです。敵の属性選んじゃうのがちょっとあれですけど、全然周回だったりランダンとかでもワンチャン使えるんじゃないかなっていうね。で、さらにもう一つテクニックがあるとすれば、相手の属性を変えるスキルと合わせてあげると、まあ安定的に5000万というか、そういうね、ブレス役にもなれるんじゃないかなというのがあります。まあでも15ターンだし、そんな色変えスキルも何発も打てるわけじゃないしっていうのを考えると、まあ2、3体作っておけばいいんじゃないかなという性能だと思っております。炎のアイスオーガに関しても同様の性能で、はい、超炎のアイスオーガということで、覚醒スキルは一緒で、スキルの内容が15ターンで木属性の敵に火属性の2500万ダメージなんで、弱点をつくので5000万ブレス、相手が木属性じゃなかったら木属性に変えてあげれば5000万ブレス入るという感じですね。で、そうだ、リーダースキル触れてなかったんですけど、一応ね常時半減あって、根性もあって、で水6個以上つなげで、こっちは火属性だから火を6個以上つなげで倍率の出る系なので、例えば花火周回とかレッツパリンとかの周回リーダーとしてもワンチャンなれるんじゃないかなというのがあります。続きましてバロン系も進化していくんですけれども、まずは超フレームファイターということで、こちら、覚醒スキルバインド耐性あってスキブが2つで、封印耐性2つからの指1秒分からのコンボ強化3つ、超覚醒が無効貫通も持てるし、 L 字も持てるし、火のコンボ強化も持てますというね、なかなか悪くない覚醒スキルをしております。で、スキルがこれも面白くて、5ターンで5ターンの間敵の防御力0になる、ランダムでヒドロップを3個生成ということで、これもねどっかで、まあ、高防御が多いダンジョンとかで活躍するんじゃないかなというのがあります。ただステータスがねめちゃめちゃ低いんで、まあそれこそランダムとか周回の中でね最初にこれを打って始めるみたいな感じがワンチャン想定できるんじゃないかなと思います。リーダースキル、こちらもね、花火パリンだったり、列パリンだったりで火力が出るようになっていて、コンボ加算がついております。
はい、超アクアファイターも、まあ、色違いで同様の性能でスキルが5ターン防御力0ループ。超アースファイターも同様です。超ホワイトファイターも同様です。もちろん超ブラックファイターも同様です。さあそしてフレームシールドナイトなんですけれども超レッドシードラに進化します。覚醒スキルスキブが2つ指2秒分で回復強化が4つになんと超コンボ強化を持ちます。で超覚醒でさらに超コンボ強化を持つことができます。もしくは回復強化もしくはバインド耐性と。このキャラの面白いところは9ターンスキルで9ターン軽減、なんとまさかの、軽減ループ、まあ、チャコルとかルオとかねだいぶ強いので使ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、まああそこまでの性能はさすがにねステータスからも覚醒スキルからもさすがに期待はできないんですけれども、入手しやすいキャラでこの性能なのは面白いんじゃないかなと思います。そしてリーダースキル、こちらもチェックしていただきたいんですけど、攻撃を受けると非属性で超反撃ということで、これを利用して例えばスキルレベルアップダンジョンをこう画面見ずにねドロップ動かし続けて敵の攻撃来て反撃で倒すみたいなことの周回にも使えます。なかなか便利なキャラになったんじゃないかなと思います。アクアシールドナイトも同様に超ブルーシードラ、はい、色違いですね。ガイアシールドナイトも超グリーンシードラ、はい、で、もちろん光も闇もいますという感じで、なかなか面白いキャラクターたちが登場するんじゃないかなと思います。いずれもね、まあ、無課金キャラってところで全然ね作ってあげてもいいんじゃないかなと思いますけれども、ボルケーノドラゴンの奇跡が本当にどれくらいの難易度かっていうのが気になりますね。明日のダンジョンが楽しみです。そんな感じで本日は以上です。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。さよなら。